バンウコンシデナム、エドワーズ工業協、ケーラーの薬用植物の図版調理用に準備されたガランガルの地下系。ガランガルはインドネシアで食材や医薬品として用いられている生姜科の植物の地下系である。タイ料理やラオス料理のトムヤムクンやトムカーガイ、ベトナムのフエ料理、ソト等のインドネシア料理全般といった様々なアジア料理に用いられ生姜に似てはいるものの、 味はかなり異なるため、両者を使う料理人は決して代用とすることはない。生のガランガルは一般的な生姜類とは異なった味を持っている。形態としては丸のままや切ったもの、粉にしたものが用いられる。新鮮な丸のままのガランガルは非常に硬く、薄切りにするには鋭利、えー、な刃物を必要とする。ガランガルとライム果汁の混合物は南東アジアの一部で、 競争罪として用いられている。インドネシア語では、南京と高梁京は、どちらも連ュアズ、またはラオスと呼ばれる。一方、バンウコンは、ケンカーとして知られる。これらは、ガラングルとも呼ばれる。この言葉は、同様に方向のある会計を持つが、全く関係のない、カヤツリグサ族の植物を指す。タイ語では、南京は、または、両京は、と呼ばれる。 ベトナム語では、南京はリング n p 両京はリングつくと呼ばれる。ガランガルという言葉は、生姜科の以下の4つの種を表す。ポーランドのオッカであるジョーン・トコバゴシカは、ガランガルで風味付けしている。ありがとうございます。